みなさんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ながらでラジオ、ながらじのお時間です。このラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたり、フリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなので、ぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが、基本は編集なしの生放送感覚でお届けしております。最後に次回のトークテーマを発表しますので、ぜひ最後までお聞きください。本日7月25日、ただいまの時刻は16時18分ですね。こちらの YouTube はいつも18時にアップしているので、もうギリギリのギリギリの最新作でございます。ながらじを月目でやるよなんて言ってたんですけど、まあ最近は不定期開催になっておりますね。皆さんからのコメントをいただいているにもかかわらず、不定期開催になっていることをお許しくださいまし。で、前回受賞の時に受賞の時のお話を友達に聞いたんだよっていう動画をね、流した時に、まあお酒を飲んでたこともあって、まあ最後の最後の方、酔っ払い動画みたいなのを、まあオフ動画として流してもいいかな、見たい人いるかなっていうのでアンケートを取りまして、まあ数人の方々コメントをね、見たいよって、まあ一人でも言ってくださったので公開しましたが、皆さんどうでしたでしょうか。まあコメントいただいてるコメントも読んでますが、改めて、あんまりでもさ、変わんないと思うんだよね。なんかその YouTube では、まあ私一人で撮影することが多いから、やっぱりこう友達といる時のテンションというか、誰かといる時のテンションを作るのって、まだまだというか、私はそんなエンターテイナーじゃないからさ、難しいんだけど、でも基本的に友達といる時のテンション、お酒飲んでなくてもああいう感じなんですよ。まあ、昔の方がもっと激しかったかなって思う。なんかもっと、まあ、今でもやれって言われたらきっとやれるんだけど、やっぱそういうのをもうやる機会もなければやるテンションでもなくなっちゃったけど、まああんな感じなんですよ。だからあんまり私は酔っ払っても、まあ、シラフでもああいうテンションに私はなれるから、私個人的にはね、あんまり変わんないんじゃないかなと思いますが、どうでしたか、私のお酒の飲んだ姿。まあ最初で最後なんて書きましたが、好評ならっていうかさ、まあ、友達とね飲んであえて動画撮ることないから、マジでもう本当にないと思うんだよ。なんかそういう機会がなければね。でもこうなんかコメントでもありましたけど、みんながでが一緒に飲みたいなっていう人とかも言ってたから、なんかそういうね、よくみんなさ、オフ会とかあるじゃん。オフ会を酒飲み会にしても面白いんじゃないかなと私は思いました。まあ、ただ、まあ、そのね、皆さんのそのコロナに対する思いがどうだかはわからないし、今後あれなのもあるから、難しいんだけど、でも、なんかやりたい。私もそう、お茶飲みながら喋るっていうよりかは、まあ、この普通にね、楽しい時間をみんなで過ごせるタイミングがあったら面白いかなと思いました。はい、なのでまだ見てない方はぜひ友達とお話しした受賞の時の内容も含めて、そうですね、全部でグランドハイアット動画系が4個あるんですよ。4個あるんで4個全部見てください。グランドハイアットグランドハイアットを使って金額の元が取れるように、皆さんぜひぜひ拡散してください。そうなの、やっぱりさあははははははなんてさ、やっぱね、いろんなこう方々が YouTube も含めてタレントさんも含めて、まあエンターテイナーの人たちが活躍してる一つは、やっぱこう応援してくださる皆さんの力があったりするんですよ。やっぱその切り抜きとかさ、シェアとかさ、そういうのをしてくれると、まあ私一人の力じゃなかなかお届けできない内容が、皆さんの力を借りてまたいろんな人に届くのではないかと思っているんです。切り抜き系っていいよね、ほんと。切り抜き系か、切り、まあなんか天才系、
天才ってなんかあのね、他本当は違法天才とかもあるけど、まあ、どんどん天才してくださいねみたいな人とかもいると、天才系もいいなって思うな思うな。もうアーニャみたいな声真似をすごいしたいんで、今更だけどです。そうですね、あと何やったっけ。あ、そう、名古屋に行ってきました。名古屋にね、ツイッターの方とかでは弾丸ですっていう風に書いたんですけど、まあ、なぜ名古屋に行ったかは、まあ、後々動画で出すんですが、本当は名古屋がね、その1泊2日金曜も行って、金曜のもう本当始発もう6時、新幹線6時半とかくらいの新幹線で福岡から名古屋に行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとその金曜日にお伺いするはずだったところが、まあ、ちょっと予定が合わなくなっちゃって、リスケになっちゃって、で、どうしようみたいな。で、土曜日はその午前中の用事しかなかったんですよ。午前中用事を済ませてうなぎ食って帰ろうみたいな感じだったから、なんかそのために一泊するのはちょっとお金の無駄だし時間の無駄だなと思って、でもせっかく行くのに往復みたいな、めっちゃ悩んだ。それが決まったのがね、ほんと2日前くらい、出発の2日前くらいに決まってて、新幹線のチケットももう予約してたから、もう早く買えなきゃいけないなとか、もうすごいバタバタして悩んで、レゴランドに一人で行くかっていうのも考えたんだけど、一人でレゴランドはっていうのを本当に悩みに悩み、いろんな人になんか他、撮影できるとこないかなとか、おすすめできるとこないですかなんて聞きながら、まあ、でも本当に時間がなかったんで、まあ、今回はもう仕方ない、もう弾丸で行って帰ってきてをしようっていうことで、往復じゃない、もう弾丸名古屋旅をしました。まあでもその行った時間は行った時間でとっても充実してて、とっても楽しくて、まあそのね、人に会いに行ったから名古屋を散策するってわけじゃないんですよ。だからその名古屋駅から出てすぐのところで会って、で名古屋駅の中でうなぎ食って帰るみたいな感じだったので、なんかこう名古屋を堪能っていう感じじゃなかったんですけど、でも本当に充実しましたし、ちょうど土用の丑の日だったんですよ。で、まあ土用の丑の日で名古屋行くんだったら、てかまあ名古屋行くんだったら私はうなぎを食べたいと思ってたから、うなぎをね食べて、でもやっぱすごい列だったの、すごい列だったんだけど、でも新幹線まで1時間半くらいしか時間がなくて、でも列に並んだ時に、列に並ぼうと思った時に店員さんに、これどれくらいで入れますかねって言ったら、まあ、1時間はしないと思いますって言うから、ちょっとそれにかけて並んでたんだけど、明らかに進まなくて、いやこれはダメだ、これは絶対間に合わない、テイクアウトもあったんだけど、いやーいやーみたいな感じ、ギリギリで悩みで、本当は1時47分くらいの新幹線だったんだよね。で、いやもう時間変更しようって思って、窓口に行って、次が2時10分。まあ、20分くらいの違いしかなかったんだけど、ちょっとそれは違うなって思って。で、その次が2時47分だっけかな。なんかその時間に2本くらいしかなかったんだよね。でも、もう多目的の席が埋まってますってなっちゃって、いやー、じゃあ2時10分でいいか、つって。で、まあ、お店に入れて、もうマッハで食って帰るっていうような感じでした。まあ、でも、美味しかったんですが、皆さん知ってました？土用の丑の日の 日ってなぜあるか。まあ、なぜあるか。これは諸説あるんですけど、今って本当はうなぎは旬ではないんですよね。天然のうなぎからしてみれば、旬じゃなくて、要は旬じゃない時期なんですよ。で、うなぎが昔売れなかった、旬じゃないから売れなかったから、土用の丑の日っていうようなものを作って、旬じゃないけどみんながこううなぎを食べるように、誘導したわけですよね。もう企業の力というか、だから土用の丑の日は別、まあ、養殖はねあんま関係ないけど、天然だったら旬じゃないから、本当は土用の丑の日のうなぎは美味しくなくはないか、まあ、旬じゃないんだよっていうことでした。まあ、そういうのってね、恵方巻きとかバレンタインデーとか、まあ、そういうのハロウィンとか、まあ、なんか
裏でね、皆さん私たちの生活は企業から操られているということをぜひ改めて私はね感じながら生きておりますわ。はい、ということでね、皆さんから今日はいただいたアンケートというかテーマは、好きな YouTuber さん誰ですか、どんな YouTube 見てますかっていうのを書いてくださいっていう風にやりましたけど、なんかさ、やっぱりみんな気遣ってくれてんのか何なのかさ、やっぱ絶対まこちゃんって言ってくれてね、まこちゃんのだよって言ってくれるんだけど、ちゃうねん、そういうことじゃないねん、もっと違うの聞きたかったんねん。まあでも書いてくれてるからで、ね、言おうもうと思います。ふもさんは好きな YouTuber はまこさんです、ありがとう。よく見る YouTube は DIY が好きなので、ものづくりをやられている動画を見ます。この人っていうのはないので、やっぱりまこさんの動画ばっかり見ちゃいます。ありがとう、ふもさん大好き大好きよ。トラックの神運転なんかもよく見ますが、そんなのもあるんだ、この人ってのがいないです。そうなんですね、DIY 系もやっぱ多いですよね。私も DIY やりたいなって思いません。あれ違うか思うことはありません。もう買っちゃえって思います。ひろしさん、加藤さん、3人での動画良かったです。ありがとうございます。番外編見ていただけたでしょうか。岩見の国ウェルチアさんは、親友とのやりとりのまこさんの普段が姿が見れて新鮮でした。番外編見てみたいです。見てくれましたね。なかなか文化や景観を盛りつつバリアフリーにするのは難しいですよね。そう、前回そういう話をした。特に日本はそういった場合が多いので、バリアフリーが他の国より遅れているのかもしれません。まこさんと同じで、僕も伝統や文化を残していければと思っています。うん、心のバリアフリーが浸透すればもう少し変わるのかなと思ったりします。そう、私もそう思う。よく見る YouTube は車椅子関連のものをよく見ます。まあ、例えば知っておられると思いますが、車椅子ですが何かの中島涼子さんや、ビヨンドガールズの綾子さんの部屋、小沢綾子さんとか、あと美代さんとか更新してんのかな。あとはガンのことも少し興味があり、ミミポポさんっていう方も見てるんだって。その他には趣味が旅行なので、鉄道旅行関係も見ますっていうことですね。そう、私さ、なんか電車がねそんなに得意じゃなくて、飛行機の方が好きでって言うんだけど、でも九州って結構そういう観光列車、観光電車、観光新幹線、わかんないなんかそういうのがすごいあるんだなと思っててさ、見るんで、なんか七つ星とかなんか有名なところだとね、多分そういうのがあるんだと思うけど、まあ、雪が降らない分そういうのができるのかもしれないが、なんかすごい興味が湧いてきたの。その電車で行く旅みたいなのがさ、電車のそういうポップが飾ってあるから。ただ車椅子でだから、どれだけそういうね、観光列車で優雅に行けるのかっていうのがわからないから、なんかちょっと時間があれば試してみたいなって思いました。はい、ありがとうね。レイカさんは、親友動画面白くて好きでしたよ、続きがあるなら見たいです。だって生理になってタンポン入れてもらったくだりにはびっくりしました。まあそうだよね私も親友がいますが、タンポン入れてもらうのの躊躇しちゃうなと。それだけ親密、気心知れてる感じで微笑ましかったですが、ちょっとびっくりしました。そりゃそうだ。ちなみにですが、ちょっとまこさんの話とはだいぶ違いますが、私が専門学校の時に女子校だったのですが、性病になった疑いのあるこのお股の出来物を見てと言われたことはあります。おー、病院行った方がいいよねという内容なのですが、他にもその先にもそのような経験はあの時が最初で最後でした。まあそりゃそうだよね。でもあるある、うちらも全然なんかここにニキビできちゃったんだよとかさ、全然なんかもう裸でうろうろすることとかも当たり前だから、その友達としてる時はね、この前のハイヤットの時もそうだけど、もうだからうろうろ、まあ、みんながみんな隠す人もいるけど、もうおっぴろげの人もいるから、全然そういうのは、まあ女の子同士だし、ついてるものも一緒だしなんかね、それだけ見せれるっていうことはやっぱり素敵な関係性なのかなと思いました。ちなみに好きな YouTuber さんは、まこさんはもちろん、
ありがとう。カジサックさんや竹焼翔さん、うん、あとは K-POP が好きなのでサランピ TV さん、他 K-POP の情報を扱ったチャンネルなど。なるほど。あと最近ハマってるのは CBC ドキュメンタリーというチャンネルでは道化師用魚うろこ、なんかあれだよね読めないという皮膚の難病を抱えた男の子のドキュメンタリーを追いかける番組を見たりしています。私も子供がいるのでその子のお母さん目線でドキュメンタリーを見て励まされたり感心したりすごいなと思ったりためになったりと今一番見る回数が多いチャンネルです。そう CBC なんかそういうね、だからすごい障害を持ったのをこうフィーチャーしているというか、まあ、障害、まあそうだね、人とはちょっと違うようなやつをフューチャーして、まあ、その道化なんちゃらとか、まあ、あと鱗とかこう皮膚がこう鱗みたいになったりとか、あと顔がさ、なんだっけな、こうすごい変形してる、みんな同じ顔になっちゃうや このやつとかもあるよね。最高、忘れちゃった。まあでもなるほどね。私もカジサックさんはたまに見るかなーって感じ。全然でも知らない YouTube ばっかりだな。なおさん、こんばんは。まこさんがご友人とお酒飲みながら談笑するの大好きでした。ありがとう。前回と前々回の動画、こっちまで笑顔になりました。嬉しい。そう。みんなさ、あれさ、もう身内ネタみたいな感じで喋ってるから、こうみんなが見てて、みたいな、ははは、みたいな、くだらないって笑ってくれたら嬉しいなって思って、すごいそうやって笑ってくれて、笑顔になってくれたんだったら嬉しいです。はい。今回の流らじで、まこさんが紹介して気づいたのですが、水の流れる音聞こえました？聞こえました？よかった。前回はね、そう、たまぎまたのお家でやってたから、水の音がね、聞こえますか？っていう話をしてたんですよ。本当にいい環境の中で育ったと考えられます。そうだね。まこさんの口から経典愛人が聞けて嬉しいです。あ、そう、鹿児島と鶴岡市の姉妹都市のお話もしましたね。いつも見てる YouTube は、ひろゆきさんね、にちゃんのね、ひろゆきさんね、わかる。俺も別に YouTube は見ないけど、切り抜きは結構見るね。あとは、絵が好きなので、YouTube の、絵描きの YouTube 見ます。萌えさんとか、角田切剛さんなど、あとタレント歌手の YouTube、千秋さん、千秋さんね、コッコさん、コッコさんね、中山、やってるんで YouTube、中山筋肉、パワーパワーもうパワーが最近好きなんだけど、千秋さんはとにかく歌がすごい上手い。そうだね、ポケットビスケッツ世代だから私も、歌手になればいいのにと思ってしまいます。え？歌手だよ、ポケットビスケッツだから。コッコさんは高専の時からのファンでいつの間にか YouTube 見てました。中山筋肉は体の知識を、がすごくていつも見ていて、テレビのおバカギャップ、おバカキャラとギャップを感じるんだって。あと外国人 YouTuber の BB ちゃんさんと芦屋さん、へえ知らない。あ、BB ちゃんさんは日本にいるフランス人で外国人目線の日本について話してくれてます。芦屋さんは昼のニュースでコメンテーターとして出演してて知ったロシア人です。へえ、ロシア人から見たウクライナ情勢も話してくれてますだって。すごいね。なんかやっぱなおさんって勉強家というかさ、すごい見るんだね。ほんと。あとはまこさん、癒し障害などの知識はピカイチです。癒しになってんの？障害者がネット検索で見つからないことを公開し、障害者が知りたい情報を発信し、開拓した先駆者と考えています。ありがとうございます。もうほんと最近言われる先駆者だよね。そんなことない、私そんなことないと思っているけど、まあでも確かにネットでは落ちてないことをやっぱ意識して投稿してるようにはしてるから、まあだから本当にでもその見つけられなくて、情報を見つけられなくて困ってるよっていう人にその届いたらいいなって思いました。コウジさん、いつもありがとう。あ、この前ねコウジさんからまたプレゼントをいただいたんですよ。トリュフ塩とヘアオイル。もう本当にいつもありがとうございます。
まごちゃんの真面目、このチャンネルの空気感が他と違って居心地いいからこのままの雰囲気が好きですよ。ありがとう。たまに弾けた動画があるととても楽しいからね。仲良しの3人の非公開動画見たいよ。見てくれたもんね。もうほんと。よく見る YouTube は、まごちゃん以外この人って決めてない。ほんとに言ってんのみんなして。ほんとにお口がうまい。あざとい。筋トレ系 YouTube は見てます。マッスルグリル。他見てますよ。そうだね、コウジさんも筋トレマンだからね。そう、私もだから、二の腕体操とか、肩痩せみたいなやつは、そういう、まあ、誰っていう名前じゃないけど、なんかこの人のやつ良さそうかなっていうのを見ながら、私もこう一緒に二の腕体操みたいな、こう手上げてやるやつとかやるけど、でも、本当にめちゃくちゃすぐ効果が出るわけではないが、普段車椅子ユーザーさんとしてさ、やっぱ肩甲骨動かさないし、手をね、まあ上げれる人と上げれない人がいるけど、でもこうやっぱ車椅子動作、移乗する動作、まあ本当に自分の中で普段ルーティーンで行われているのや行われているような動作以外、その可動域が狭すぎて使わないから、やっぱそういう風にさ、YouTube 見ながらでも体操、ちょっとしたストレッチ体操みたいなさ、一緒にやれる系をやるだけでなんか全然違うなってやっぱ思いました。はい、スティーマンさんは、まこさんのそのこの前の水の流れる音も BGM になってて。爽やかな感じもします。おー、ありがとう。好きな YouTuber さん、まこさんです。それだけ？スティリマンさん、他の人おらんの？本当にまこちゃん一本なわけないじゃない。他の人だって見てるでしょ？って思います。今日はね、ちょっとテンション高めで喋ってるんです。はい。うつけまなさん、こんにちは。なんか、書き込みは久しぶりでございますね。YouTube 視聴はおすすめ出てきた動画をランダムに見ていますが、FAPD チャンネルさんというのは登録しているので、聴覚情報処理障害という聴力検査では異常がないのに、聞こえてきた音声を言葉として聞くことが困難な障害、初めて聞きました。私にも該当するので見ています。すごい不思議な感覚というか、わかんないね、想像が難しい。音はわかるのに、だピーとかうーとか、まメロディーはわかるけどってことだよね。難しいね。まこちゃんと親友さんの酔っ払いトーク、方言が聞けて楽しかったです。だって、未公開動画もぜひ見たいです。ありがとう、見てくれたよね。ロードさん、どうもどうも。私のチャンネル、まごちゃんのチャンネル以外だと DIY 系、多いね DIY 系が好きなので、そうだ、お家を作ろう、くめまりチャンネルとか、大工のまさやん、知らないさんとか、あとは生態も興味があるので、かずやさこだ、生態師とか、フィギュアドールも好きなので、韓国のフィギュア情報チャンネルを見てます。もう全然知らない。整体師のその、カズヤさん先生と、カズさん、コラボできたら体に良さそう。そうなんか、みんな、すごいね。めっちゃ YouTube、いろんな人見るんだね。私はね、YouTube ね、あんまり見ないとは言わないけど、そのカジサックさんは見ないけど、毎週キングコングは見るの。で、あとは、かまいたちさんが好きだから、かまいたちの YouTube も見る。でもそれくらいかな、なんか、ふとした瞬間に見るのって。YouTube より TVer 見ちゃうからさ、TVer 派なんですよ。ゆうすけさん、お邪魔します。ありがとう。好きな YouTuber さんというかハマってるのがココチャンネルさんと南鳥うさぎさんと、南鳥うさぎさんね、ワットチャンネル、と現代のもののけ姫まこさんです。だってもうみんなほんと優しいね。
ココチャンネルさんわかんない。なんちゃうさぎさんはね、あのずっと TikTok とかでやられてて、ほんとここ数ヶ月前くらいから YouTube 頑張り始めてて、もあっという間に10万人いってね、前回ココライフさんっていうその雑誌のあれで初めてお会いして、写真撮ってお話ししてっていうのはやりましたね。なんちゃうさぎさん、もうコミ力高すぎて、私人見知りだからさ、あんまり話しかけなかったんだけども、なんちゃうさぎさんの方から話しかけてきてくれて、コミ力高えって思いました。見習わないと。はい、中島さん、ひろのりさん、ジャンルはあまりこだわらず見ています。大食い系、マックス鈴木さんなど、カップル系、シュガーソルトさん、ゲーム系、パズドラ全般、ぬりぼうとさわきんさん、歌ナンパ、へえ、マックス村井さんとか書ききれません。だって大食い系も見る。お岩さん、大食い系っていうよりさ、咀嚼音のやつが、咀嚼音大食いが好きで、まあサクサクガリボリ系が好きだから、日本人はあんまり見ないんだよな。なんか韓国の人でね、すごい綺麗に食べる人がいてて、その人を見、なんかたまに寝る前見ちゃったりする。はい。木村さんね。木村さんは、こんばんは。俺がよく見てるのは、子供の頃から車が大好きで、結婚するまで車の個人売買を仕事にしていたから、よく見るのはメンバーシップにも誘拐しているラブカーズ TV をやっている川口学さんっていう人と、ゴミ安隆さんっていうのの YouTube 見たり、動物が好きなのでもちまる日記などか見てますね。あの車のさ、 YouTube はなんかこう車紹介ね、乗って車紹介してるのをやってる、多分その人かな、川口さんとか、なんかこういろんな車を、もう最新の車、新しい車すぐ乗って紹介する人とかがいるからさ、なんかそういうのを見て、なんか欲しいなっていう時とか、なんか見たりたまにねしたりも私もある。ただ昔さ、カスタム系みたいなのがすごい好きで、 YouTube とか流行る前だけど、なんかこう海外のテレビですんごいボロボロの車がやってきて、それをなんかもうみんなで改造しまくって、ウーハーとかつけて、ラッピングとかファイヤーカラーとかやって、なんかすごいあのギラギラ系の車に改造させるみたいな、それでわーってなるっていうのを見てたりするのはすごい好きだった。はい、コンサワールドさんは、あやとサロンさん見てますだって。依存症状態になっていて、見るのが難しいタイミングで動画がアップされると、まさに戦々恐々で、そんなにすごいね。私の動画もそんな依存してもらえるほど見てほしいんだけど。TO さん、こんにちは。いつも動画楽しみにしています。ありがとう。スイスイのチンさんね、スイスイプロジェクトのチンさんが好きでいつも見ています。脊椎損傷の方で心理学にも精通してらっしゃいますって。そう、チンさんはね、お会いしたことがあって、お話ししたこともあって、コラボしてるので、ぜひ見てください。 TO さんコラボしてるのよ、チンさんと。私まだ見てなかったら、ちょっと過去動画検索してみてくれたら嬉しいですね。はい、まあそんな感じで、今日はちょっと長くなっちゃったな、お話ししましたね。もう不定期なんだけど、ぜひ皆さんコメントをこういう風に書いてお話ししようよ。私も頑張るけど、お話ししようよ。次回のテーマはね、ちょっと変えてみて、雰囲気をね、なんか他のっていうか、普通のラジオコーナー、ラジオやってるところでよくありそうな一つの質問なんだけど、前はさ、好きな曲何ですかとか、好きなアーティストさん何ですかって聞いたことがあるんだが、元彼元カノを思い出すとか、あの青春のこの時期この曲聴いてて、この曲聴いたら
あの人思い出すとか、なんかちょっとそういうのを聞きたい。恋愛ソング、皆さんの思い出の恋愛ソングをね、ぜひ聞かせてください。やっぱ歌ってすごいなって思う。その曲を聴いた瞬間にやっぱり私も思い出す人とか、あの時のああこうだったなっていうのがあるから、ぜひ皆さんに恋愛の時の歌、恋愛の思い出の歌聞かせてほしいと思います。はい、ということでそろそろお時間になりました。今日は長くお話しさせていただきましたね。ということで次回のトークテーマを改めて、皆さんの恋愛の曲、思い出す曲、彼氏彼女思い出す曲、ぜひお待ちしております。では、今日はここまで。また会いましょう。バイバーイ。